バチャキン TV エビデイ、大人気ね歌いてマフマフさんとね、元、大人気 VTuber ウルハルシアさん、現ね三毛猫さんの、結婚、実は結婚していて、で、すぐ離婚してで今なんか裁判中って、ものすごい泥沼騒動で ね私が今初段ね在籍してるね VTuber 界並びにね歌い手界隈とか YouTuber 界がものすごく揺れてるんですけど、この件につきましてね、このバーチャル YouTuber 界のねヒカキンことねバチャキンね VTuber 界のねご意見番バチャキンがですね、もう今一度ね、皆さんに YouTube とか配信会を見てる視聴者の皆さん、信者の皆さんにねお伝えしたいことがあるのでね、ちょっと今日はね話させていただこうと思います。で、何があったかわからない方ね、わからないステルハゲヒキッズもいると思うんでね、あ、バチャキンキッズもいると思うんでね、説明しますと、マフマフさんと三毛猫さんというですね、大人気、ものすごい人気、登録者何百万人超えの、本当ものすごい、もう多分年収、多分億超え、2人とも億超えくらいの、ものすごい人気の、YouTuber とか配信者の方が、いて、で、ことの発端は、3年くらい前から、2、3年くらい前に、その当時、ホロライブかな、大人気 VTuber 事務所、ホロライブに所属してた、ウルハルシアさんね、現三毛猫さん、ウルハルシアさん、当時のウルハルシアさんが、生放送中にですね、ディスコードかな、チャットアプリあるじゃん、ディスコードだか、ズームだか、ディスコードの、通知がね、左上の方にぴょって、生放送中に出ちゃったわけですよ、画面に。で、それが、マフマフさんで、そのマフマフさんから、今仕事終わった、今から帰るからね、みーちゃんチュッみたいな感じの、明らかになんか交際してる、同棲してると取れる、文章が映っちゃって、で、え、何こいつら付き合ってんのみたいな、え、同棲してたのみたいな感じで、ものすごい炎上したわけですよ。お互いその、なんつうの、彼女、彼氏作らないみたいな、なんか AKB48 みたいな感じのキャラでやってたもんだから、え、嘘だろみたいな、マフくんみたいな。ルシタンみたいな感じで双方の信者が発狂して、で、なんか結果的にマフマフさんはなんか精神を病んで活動休止したのかな。で、ルシアさん、ウルハルシアさんの方もホロライブから契約解除を、切り出されて、なんか信用墜落行為とか、なんかなんかいろいろ情報漏洩みたいな感じで、契約解除させられて、で、もともとね、活動してた三毛猫っていう名前で、いろいろやってたんだけど、それでもなんかちょっと誹謗中傷がひどくてみたいな感じで、なんか双方なんかもうね、ボロボロの状態だったわけですよ。それがなんか、つい、3日、4日ぐらい前に、女性セブンっていうね、週刊誌が、実はマフマフと、ウルハルシアは結婚していたみたいな、交際とか同棲どころか結婚していて、実は何年前から、でもすぐ離婚して、今はなんか裁判中で三毛猫は書類送検されたみたいな感じのね、なんかとんでもない、暴露をね女性セブンがしたんです、でそれに対してなんかその記事が出ちゃったもんだから、ずっとね沈黙を貫いてね活動休止してたマフマフさんもね、実はこの件につきましてみたいな、2年間私はずっと死にたくて本当に精神を病んでいて、で結婚してたその三毛猫さん、に本当にひどいなんか DV というか精神的攻撃を受けていてみたいな、でネットで自分に対する誹謗中傷をしている書き込みを開示請求したら、なんと実はそれは三毛猫さん本人でしたみたいな感じで、もうとんでもない攻撃を受けて今もう本当に死にたいですみたいな感じのことをね言ったりして、でそれに対して三毛猫さんも反論して、いやそれは全く事実と異なりますみたいな、誹謗中傷してたのは事実ですが、なんかペットのもね、ペットに汚い水を飲ませたり、なんかものすごいモラハラ行為をしたりとかは、それは全く事実でございませんみたいな感じで、双方一方的にね、お互いがお互い の言いたいことを言いすぎて、どっちが本当のことを言ってるか分かんないみたいな、ピュッみたいな感じで、そう、なんかもう僕らからすると、どっちが本当のことを言ってるのか、はたまたどっちも嘘のことを言ってるのか、もうどっちを信じたらいいのか分かんないみたいな状況になってるわけですね。でね、これに対してね、僕言いたいんだけど、配信者とかね、YouTuber の言うことを信じるなと。
いうことなんですよ。もう双方の信者ね、マフマフ信者、マータン信者ね、ルシタン信者ね、双方が双方を、まあ、あいつはクズみたいな、うちのマフタンをいじめやがってみたいなとか、うちのルータンをいじめやがってみたいな感じで切れてんだけど、あのね、結局のところね、これね、いつも言ってんだけど、俺そのこの間の東海オンエアとアヤナンの騒動の時もそうなんだけど、そのね、あのネット上でね、一方的にそのなんかパートナーのことをね悪く言ったりとか、なんかあのいろいろ言われても、僕らからね分かんないわけですよ。どっちが本当のことを言ってんのか、そもそもそれは本当にあったことなのかっていうのは、第三者からしたらそんな分かるわけないの。だから そんなね、ネット上で証拠もなしに、なんか証拠、写真とか音声とか動画とか何かしらの証拠を出してくれるんだったらまだしも、文章でね、ツイッターとかで一方的になんかこういうことがあってみたいな、本当にこいつはひどい人でしたみたいな、こと言われてもさ、分かるわけないの。てか、あのまともな頭をしてたらね、それ分かると思うね。いや、これ別にあのもう一方のね意見を聞いてみなきゃ、もう一方の言い分聞かない限り分かんねえなみたいな。で、大抵そういう風になって、で片方の言い分を聞くと、あ、なんかお互い様というか、まあそれはあのね、そっちにも言い分はあるわなみたいな感じで、どっちもどっちというか、どっちにもまあなんか言い分、そのやっぱ結局さ、自分が一番可愛いというかさ、それはそうだよね、自分を一番よく見せたいわけだからさ、それはお互いさ、相手を悪く言って当然なわけだ。だから結局ね、俺らはね、なんかそのそれはね、自分が大好きなね、マフマフタン、ルシアタンがね、なんか悪者になってて嫌なのはわかるよ、すごく嫌なのはわかる、自分が信者がね、その対象がね、そういう風になってて、たださ、ね、冷静になって考えてみてさ、ね、わかるわけないんだから、俺たちなんてさ、俺たちただのさ、俺たち豚なんてね、俺たちは負けたんだよ、あいつらに騙されて負けたんだよな。あ、彼女なんて作る気ないとか、僕は恋愛なんてできませんとかね言ってたよな、マフマフな。ああ、でなんかホロライブのね、女 VTuber だったルシアもさ、なんか同棲の事実はございませんとかさね、いろいろ言ってたけど、結局さ同棲してたしさ、結婚しててね、ズボズボねばっこりだったわけじゃん。悔しくないの、マジで。ね、ルシアとかね、マフマフとかね、そんなのを気にする前にさ、ね、完全敗北した自分たちのさ、惨めさを嘆けよ。恥ずかしくないの、マジで。ね、お前らね、遊ばれてんだよ。ね、鼻で笑われてるよ、お前ら。まあね、この問題のね、一番の焦点は、どっちが正しいとか、どっちがね、間違ってるとか、裁判でどっちが勝つ負けるとかじゃないんです、これは。ね、一番問題なのは、ね、双方の信者が、ね、なんかその、実は結婚してて、離婚してたっていう情報が出た時に、本当はね、怒り狂うべきなのに、ね、なぜか知らないけど、マフタン結婚してたんだ、でも離婚しちゃったんだね、それはいいよいいよみたいな、でも何、元妻はがウルハルシア でしかもそいつが誹謗中傷してた、許せないっていう、いや怒るとこそこじゃないねんって、ね、一番怒るべきなのはまずね、嘘をつかれてた、結婚なんかしない女、ね、女性なんて好きになれないって言ってたのにもかかわらず、ね、実は結婚してたって、その嘘をついてたことに対して怒るべきなのに、え、結婚してたの、で、離婚しちゃったんだ、ならいいやみたいな、いやよくねえだろっていう別にまあ自由ですからね、それぞれ価値観は自由だからいいんだけど、俺がもしね、もうめちゃくちゃガチ恋でマフマフのことがめちゃくちゃ好きで、ものすごいもうね、グッズとか買ってお金とかいっぱい貢いで、ものすごいガチ恋信者をやってたのにもかかわらず、え、実は結婚してたのみたいな、え、で何、え、離婚してみたいななったらブチ切れるよ、そんなんなったら。俺はそういうアイドルとかそういうの全く興味ないから、そういう感情になったことはないけど、いや一番はそこだろっていうえ、三毛猫を叩くとかさ、じゃあ仮にその逆に、マフマフを叩くとかじゃなくて、お前ら嘘をつかれてて、ね、バカにされてたことに怒れよって話なんだよね。なんかね、
なんかずれてる気がするんだよね。そうだってさ、ね、あのお互いがお互いのことを悪く言ってて、それに対してあのどっちが本当のことを言ってるかとか何が正しいかっていうのは分かんないわけだよ。正直言うと、もう言った言わない、やったやらないの話だから分かんないじゃん。そんな証拠が残ってない限り俺らから判断できないわけだからさ、そのなんかどっちが悪いとか裁判の結果とかは俺らからすると正直もうどうしようもない、絶対分かんない話だから、うん、だからあのそれはもうね考えても無駄だと思うんですね、うん、じゃなくてもうあのはっきりと分かってる、うん、あの結婚なんてしない、同棲なんてしない、恋愛なんてしないって言ったのにもかかわらず実は結婚してたっていうね、れっきとしたこの事実にね、もう 今現段階で分かってるさ、ね、一番重大な事実があるわけじゃん。騙されてたっていう、これに対してね、お前らもっと怒れよっていう、うん、まあマフマフさん本人もね嘘をついてたことは謝罪しますとか言うけど、いやーこれ結構ね僕ね、なんだろうな、いや別にあのいいんですよ、マフマフさんにもミケネコさんも僕別にあのファンでもないというか何の感情もないから、別にあの好き勝手どうぞっていうね、よろしくやってって感じなんだけど、ただねこれあのー本当 AKB48 とかの時もそうだったし、別に今回のあれだけじゃないんだけど、その恋愛禁止っていうなんか約束をしててにもかかわらず、なんか実は彼氏がいましたとか、うん、そういう、スキャンダルとかってよくあるじゃないですか、いろんな芸能界とかでも。それって結構僕ね悪だと思うんだよね、うん、あのまあ法的に法律で、裁かれるものかどうかっていうのは知らないけど、結構僕それね、邪悪な行為だと思うのよ。だってさ、ね、それを信じて、あ、この人は彼氏彼女を作らないんだっていうのを信じてお金をめっちゃ貢いだり、もしかしたら私もしかしたらだけど付き合えるかもみたいな、そういうもう本当にごくわずかな可能性、淡い、ね、期待を信じて、応援する異性のファンって、まあ、いるわけじゃん、たくさんか分かんないけど、まあ、いると思うんですね、うん、にもかかわらずさ、いや実は裏でよろしくやってましたと、なんなら結婚もしてたしよろしくね、ずっこんばっこんねパコってましたみたいな、それって結構ね、結構ひどい行為だなって僕は思うけどね。いやいいんだよ、いいというか、そのなんつうの、当然の行為ではあるんだよ。そんなんね、俺からすると、俺からするといやそんなお前絶対彼氏いいんだろ彼女いいなんて、俺からすると分かる、普通の人からしたらまあ分かることじゃん。いやそんな建前でね、そんななんか夢を持たせるじゃないけど、ホストみたいなキャバ嬢みたいな感じで、やっぱ夢をね見せる職業だから、いやまあ口ではそうは言ってても、まあ絶対裏ではやってるだろうなっていう、まあまあ普通の人からしたら分かることだから、俺は何とも思わないよ。別に恋愛禁止とか言ってて恋愛してようが俺はどうでもいいの。別にアイドルとかそういう系の、あ、なんかそういうキラキラした配信者とか YouTuber 興味ないから別にいいんですよ僕自身は。ただそのそういうのをさ好きになる人たちって結構純粋というかさ、もうマジで信じちゃうじゃん。あ、俺彼女いないから彼氏いないからって恋愛しませんって言ってたら本当に信じちゃうわけですよ、そういう純粋な視聴者の人たちっていうのは。だからそういう人たちのその思いというかね、恋心とまではないけど、そういうね気持ちをね踏みにじって、実は結婚してましたみたいな、恋愛してましたっていうのはね、僕はなんかうんっていう、そこが一番の問題だと思うんだけどなっていう。だってその2人のね、モラハラとかパワハラ DV とかそういうのって2人の問題だから関係ないんだよね、俺だからすると、うん、全部そう、不倫とか浮気とか、なんかヒカキンのこの間の二股騒動とか松本人志のやつとかもほぼほぼ、まあ、松本はちょっと違うかもしれないけど、ほぼほぼ関係ないんだよ、ほぼほぼというか全く関係ないの、俺だからすると、第三者の、ね、人間からするとそんなね、なんか別れる別れないとかでなんか揉めたとか関係ねえじゃん俺だからすると、うん、だし不倫とかもさね、当事者のね妻とか家族とか以外何の関係もないんだよ、うん、だからそこに対してなんかこうああだこうだ第三者のねネットのね視聴者たちが言うのっていうのはね、本当にお門違いな話だと思ってるの。じゃなくてね、お前ら騙されてたんだから、
騙されてたっていう言い方したら失礼かもしれない。いや、お前らね、いい加減目を覚ませよって話なんだよ。本当に何度もね、僕ね、バーチャル YouTuber バチャキンとしてね、ずっと言ってんだけど、本当にもう VTuber なんて、 VTuber どころか配信者 YouTuber なんてもう全員彼女いるよと、全員彼氏いるよと、もう何度も言ってんの、本当に何度も言ってんの。もういないとかもう本当にありえない。 99%、まあ、99%、まあ、9割だ、10人いたら9人いる、うん、と思った方がいい、本当に。それくらい、まあ、いないわけないんですよ、そんな。ね、配信とか YouTube なんてやるようなね、承認欲求が高くて、まあ、それなりに見た目もいいというか、まあ、そこそこまあ、ね、見た目良くて、まあ、人気になるってことは、それなりにまあ可愛かったり、かっこよかったり、何かしらの魅力があるわけだ。で、魅力があって、ね、人気がある、うん、で、承認欲求とか強い、で、性欲も強い。それ配信者とか YouTuber で全員猿ですか、性欲も強い、そんなやつらが彼氏彼女の一人もいないわけないだろ。冷静になって考えろよ。お前らに言いたいんだよ。三毛猫マフマフとかどうでもいいんだよ。お前らがね、あまりにも滑稽で、ね、惨めだから腹立つね。ふざけんなよお前、本当に。なんか そんなやつらがね、同じね、この日本国というね、大地でね、息をしてることがね、許せない。いい加減しろお前。あまたはそのおみかみ泣いてるわ、謝れや。本当に それがね、許せねえんだよ。なんて情けないね、ゴミみたいな国になったんだと。お前さ、ね、第二次世界大戦だろ、ね、なんだろう、ね、日本のね、お国のためにね、命を懸けて戦ったね、ご先祖様の方々泣いてるよ。バカじゃねえのかと。本当にね、何が命に嫌われてるだよ。それは嫌われるわ。当たり前だろ。ね、バカにしてんだろ。ね、本当なんか、舐めてんだよな、腹立つんだよお前ら見てると。なんかね、そんな嘘ついてね、なんかね、恋愛禁止とか言ってたくせにね、結婚してるようなね、その嘘つき見るくらいだったら俺を見ろと。腹立つね。俺はね、ちゃんと言ったからね、嫌だったよ、正直嫌だったというか、まあ僕陰キャラ系としてくっさいね、ジャンルでね、やってたわけで、まあ彼女とか結婚なんてさ、ね、もう持ってのほか、絶対こいつは彼女とか彼ね、女とか作らないっていう、そういう皆さんね、期待というか、そういう風に思ってた、捨てハゲチルドレンの信者の方々がもうめちゃくちゃいたと思うんですよ。それをまあ別に裏切ったわけじゃないけど、まあ結婚というかそういうのを報告してさ、その時にものすごいこうなんつうのか、いろんな声が上がったわけですよ。何こいつみたいな、うわ信じてたのみたいな、うわつまんなみたいな感じでさ、ね、はこいつも結局なんかそっち系かよみたいな感じで、僕俺だけに言うんだったら全然いいんですよ。俺は別に何言われてもいいから、いいんだけど、その僕の奥さんとかに対してもすごい誹謗中傷とか言ってさ、本当ひどかったんですよね。自殺しろ自殺しろみたいな、本当に死ね死ねみたいな、メールがもう何百通も送られてくるみたいな、いやお前さみたいなそれはどうなのって本当に思ってたけど、まあでも本当にうん、そういうのはあったんですよね。 あったし、分かるのよ、その交際してる、結婚しましたとか交際しましたっていう発表、そういうの公表する怖さってのももちろん分かるの、一番俺が分かるんだけど、ただ俺は別にそのガチ恋営業みたいなのしてなかったから、ね、マフマフさんとかルシアさんみたいにこう異性のファンが多かったとかじゃなくて、 99% 男しか見てなかったから、でもそれでもそうなるわけで、まあ、逆に男しか見てなかったからこそこうなったってのもあるのかもしれないけど、そうね、同類だと思ってた、ね、地牛のね、陰キャラたちがふざけんなよみたいな感じでまあでもそれはなんつうのかな、なんつうの、本心からの怒りってわけじゃなくて、 なんつうのなんか別になんかそんなに激しい、アンチというか批判ではなかったけど、あもう見ないわみたいな感じの、まあ、そういう冷めた、結婚してからつまんなくなったよなみたいな、まあ、それは別にいいんですよ。別に正当なね、ね、評価だから別にいいんですけど、ただまあ俺ですらそういうことはあったわけだ。だから気持ちはわかるんですよ、すごく。ただね、いや嘘をついてね、その視聴者を騙してやってくんだったら死んでもバレるなよということを言いたいの。別にいいというか、いいと思う。俺は別にいいと思う。
そういう嘘ついて彼氏彼女作りませんって嘘つくのはいいと思う。ただ嘘つくんだったらもう絶対にバレるなよ、うん、って思うね。そこがね甘さなんだよ、うん、いや何わかんないよ、わざとバラしたのかもしれない。最初のディスコードのこの三毛猫さんのね、あのみーちゃん今から帰るからねチュッみたいな、あれもルシアがわざとね配信に映るように仕向けたっていうかやったっていう見方もあるし、わかんないよ本当のことは。本当は三毛猫さん側は結婚を公表したかったのかみたいな、そういう見方もできるし、何が本当かわかんないけど、いや隠してんだったらさね最後までね隠し通せよ。推しの子のね、あのなんだっけあいつ主人公のルビーアクアじゃなくて愛みたいな感じでさね、嘘は本当の愛なんだよ、ね、だから別にいいですよね、嘘ついてね彼氏彼女より嘘つくのはいい。ただそれをつらね絶対にバレないように最後の最後の最後まで引退して最後にねインターネットの世界が消えるまで隠し通すのが本当のプロだろっていうのを思うね。だからこそやっぱプロ意識というかね、いや素人だなっていう、まあ、芸能人ですらあの前昔あの AKB の指原とかですらバレたりしてたから、まあ別にあの YouTuber に限った話じゃないけどさ、ただあまりでもやっぱこう配信者だから YouTube のやつだっていうのは本当になんつうのかな、あの なんかこう舐めてるよね、舐めてるというかなんつうの甘いよね、脇が本当に甘い。テレビとかよりもずっと甘いと思う。テレビも結構ガバガバだけどさらに甘いと思う、ネットのやつは。だから そこはね本当なんか なんかなっていう、うん、思うね。別に僕は VTuber とか全く興味ないし、歌い手の方々も全然知らないんだけど、なんか、うん、なんかちょっとこれあのホストのあの売りかけ問題とかとちょっと俺若干似てると思うけどね。売りかけというかなんつうのかな、ホストとかもさ色恋営業でさ、まあ結構金引っ張ったりする部分はあるじゃん、うん、だからそういうのとちょっと似てると思うけどね。ホストではないけど別にマフマフさんとか、ただなんかやっぱりこう、うん、純粋なやつらをねこう騙すというか、うん、それはなんかそれ相応のまあなんつうのかな、うん、批判というか、まあ、批判されてないのがね面白いんだけど、そこに対していや そこだろっていう、うん、なんかいろいろと不思議な界隈だよね。なんかもう本当の意味で信者なのかなっていう、うんね、騙されて、うん、だから本当目を覚ませ、結論本当に目を覚ましてくれ、ね、別にいいですよね。命にキャーってるとか言って歌ってるのをキャーとか言って聞くのは別にいいです。ただもうのめり込むな、うん、その人本人まで本人のこうことまでガチで好きになるな。俺たちはね、俺も含めて俺たちはね嘘つきなんだ。嘘をついてついて、え自分をね綺麗にね取り繕ってね、それでね人を集めて金を稼ぐ卑しいやつらなんだ。もうそれをねもう気づけ。だから絶対に信用するな、配信者 YouTuber なんて。何度も言って、俺何度も言ってるんですよ、ね、あのじゃあ俺が言ってることが嘘だと思うんだったら、ね、某ね毎年4月の終わり頃にはね幕張メッセで行われる某ね会議会議に行って、でいっぱいあの配信者とか、まあ、過疎だけどね、全然 YouTuber とか、まあ、ふまさんとかみたいに全然有名じゃないけど、まあ、過疎のね同説100人くらいの俺くらいの人気の、まあ、配信者、女性配信者とかいっぱいいますよ。でそいつらをじーっと見てて、ね、じーっと見て、そのじゃあ、ま、じゃあ私帰るねみたいな感じで帰って行くところずーっと見てて、あ、まあ、これあのちょっと危ないから真似はするな、真似はするんじゃなくて俺の実体験じーっとね見てると、ね、300メートルくらい歩いて、まあ、海面線ってまあめっちゃ広いんだけど300メートルくらい歩いたところでいきなり急にね知らない男がその女配信者に寄ってきて、で手つないで帰ってくから、もうマジで、これもう本当にこれ ほとんどのやつがそう、ほとんどのやつが、まあ、 あのどこでそう落ち合うかは別だ、会場内でね、会場内でもうあのね彼氏とね合流して帰るやつもいれば、その駐車場とかまで行ってから
車の中で合流とか駅の改札でとかいろいろあるだろうけど、本当にあのやってごらん やってごらんって、あの別にこれあの真似はしちゃいかんないかん、俺たまたま見てただけだから、けどあの本当にね、あのこれ何人も俺見た、なその配信、あのその幕張メッセのとこで配信ブースってのあるんだけど、みんな生放送してんだけどさ、で生放送をしてて、その生放送切った後のカメラに映ってないところで、あじゃあ帰るねみたいな感じで、じゃあかじゃあダーリン行こうみたいな感じで、マジであるから、うん、その仮想配信者のレベルでそれだからね、何度も言うけど、もうそんな人気配信者人気 YouTuber なんてもう全員いるに決まってんだから、もうだから俺騙されたと思ってやってみろ一回、幕張メッセに4月末行って、ま、マジで目覚めるから本当に、うんね、ということでもうやめましょう YouTuber とか配信者を信じるのは、ね、あの鼻で笑ってね、もう10年以上前のなんか音が出るゴミとか言われてた時代が正直一番良かったんだよ、まあそのね、開発君にはねちょっとね気の毒だけど、 あれくらいの時がね一番いいの正直、 YouTuber なんてね、あのしょうもねえやつらだろみたいな風に思われてた時代が、まあ今も思われてる部分はあると思うけど、もうあまりにもこうでかくなりすぎた、なんかいろんな意味で世間的にもね少しずつこう名前がこう出てきてさ、ストプリとかだってさ紅白とかに出たり、まあ、マフマフさんだって紅白に出たりさ、あのそんな存在じゃないんだよ本来、違うのネットのね 片隅でひっそりと ね一部のねほんと小さな、ね、界隈一部の内輪だけで盛り上がってるほんとちっちゃな存在だった、でそれが面白かった、うんね、本来はそういう存在だし、そういうそうあるべきなんだよ、そんななんか、ね、テレビに出たりだろうね、街でこうなんかねでっかいポスター、渋谷とか新宿ででっかい、ね、宣伝のポスターにもう一面を飾るみたいな、そんな存在じゃないんだよ、だからもう、ね、古き良きね、あの10年以上前のね、あのニコニコ動画とかがちょっとでき始めたくらいの頃にずっと僕はね戻ってほしいなってね、ずっと本当に思ってる、未だにあのね昔のニコニコの動画とか見ますからね僕は、そっちが そういうのしか面白くないから俺は、うん、だからいやすいませんねちょっと熱く語ってしまいましたけど、ほうほうおおやるねえほんだねあのねやこの辺のやつらの話題でやるねえ25分